完結し、大炎の洗礼を受け、祝福された家名を手に、力の真の意味を知り、剣心の定めをたどって、やがて超越の炎を迎える。ナタのために、ナタのために。ハボリムの名において野良者の戦争の開幕を告げる。終戦まで半凡の歌があらゆる命を守る。